お香城お工場は、高知県南国市にある、中世の日本の城石。戦国時代に、四国の覇者となった長祖壁市の居城であった。城石は、国の史跡に指定されている。南国市街の北西部、校城平野の北西端にあたる、国道32号の西側のお高山に位置する。戦国時代末期に廃城となり、現在は石垣、車、土塁、空堀、 井戸などが残り、高知県指定史跡を経て、国の史跡として整備されている。また、城市の一角には、高知県立歴史民俗資料館がある。城の縄張りは最高所に、本丸にあたる爪があり、東に爪下段、2の段、南から西に3の段、4の段、さらに西側丘陵につて、馬や後車が廃された連閣式の山城である。また、城の北東部には、 おこう八万があった。鎌倉時代初期に、品野より土佐へ移住した、長蘇壁農春が、土佐長蘇壁氏の始まりであると言われる。長岡群衆部豪に定住した当初は、ただの蘇壁部氏であったが、隣の上郡にも別系ながら、おなじみ王子の蘇壁部氏があったため、それぞれは、文明の一字を付け加え、長蘇壁氏と高蘇壁氏と名乗るようになった。この頃、 長蘇壁氏によって築かれたと思われるお工場は、調査の結果では13世紀から14世紀の追記年代と考えられている。室町時代、応仁の乱後の栄章を4年に完了、細川正元が暗殺された以降の細川資本家では、家徳官僚職争いの構想を続けるあまり、その直轄量であるとさでも支配力を低下させてしまう。それが、長蘇壁氏。 元山市、山田市、木良市、秋市、大平市、角市の土佐七尾と呼ばれる有力黒人の台頭につながり、戦乱の時代の始まりとなった。七尾の構想は、翌年の永正5年に早くも表面化すると、元山市、山田市、木良市などの連合軍によって、お工場は落城する。従来の通説では、このお工士路攻めの際に、当主、 長祖壁県女は自陣、土佐南西部の中村の一城市のもとに落ち延びていた、県女の子、国地下は、永翔十五年、一城市の鳥なしで給料に服し、お工場に入ったことになっている。それが、近年の研究では、県女は、元山市などに、お工場を攻められた際に自害せず、土佐国内に亡命しており、永正八年に、元山市や山田市と和睦して、お工場主に復帰、 永正15年頃に、息子、国近へ家督を譲ったことが明らかとなっている。お工場を足がかりに国近は、土佐の有力大名へと成長し、一条氏、元山氏、秋氏と共に、土佐を四分するまでになった。国近の子、元親の時代に、長祖壁氏は飛躍した。天正二年主家であった一条金貞を文後に、追放し、土佐を平定。この城を拠点に、 天正十三年には四国を統一した。しかし同年、橋場秀吉の信仰により降伏し、都砂国に押し込められた。この後、天正十六年代、高坂山城に本拠を移したが治水の悪さから、再び、おうを本拠とした。しかし、天正十九年裏土城を改築して移ったため、長祖壁種類大の本拠、お香城は廃城となった。城跡は、 1955年2月15日、高知県指定史跡に指定された。また、西川丘陵場のつて、馬屋アトグルアは1970年12月16日付で指定史跡に指定されていた。1985年より1990年にかけて1から6時にわたる発掘調査が行われ、史跡整備がなされた。第1次発掘調査では、はせし時 ビゼ前焼き、瀬戸天目茶碗、聖寺、白寺、り、茶臼、トライセン、鉄ュ等が発見されている。2008年7月28日、国の史跡に指定された。2017年4月6日、俗日本100名城に選定された。また2017年4月1日から2019年2月28日にかけて爪の段に、倉が建てられ公開された。 史跡の上に建てられているため仮設で後に解体予定。ありがとうございます。